んにちは、田村真由です。柿はるかです。今回の企画はアニメのキャラクターになってみた。私ジュビア好きなんだよな。ジュビアね。自分がもしも死神だったら、うん、残爆刀何かなってやばい、公園走り回りたい絶対やめてマジで。なんでそうやってすぐ人の気にするの。ねえ、違う、だってマユタの YouTube でしょ。今回は K-BOOKS コスプレ館さんに来させていただきました。はい、ということでじゃあ早速中に入ってみたいと思います。行ってきます。こんにちは。こんにちは。剣ある剣。え、すごい。本当にいっぱいある。あ、見て、サビトの。あ、本当だ。仮面まであるんだ。仮面とかもあるんだね。ね、お面だ。仮面じゃない。わあ、すごい。抜きたいわ。ヒロアカあるよ。あ、本当だ。ヒロアカなれる。いた。ね、呪術廻戦もあるよ。え、トゲくんあるかな。トゲないのかな。これじゃない。これあんたの推しじゃん。推しにはなりたくないっていう概念。わかる。怪我したくない。そうそうそう。あ、鬼滅。あ、ここら辺なんか有名どころいっぱいある、ね。確かに東京グル、ワートリ、ワールドトリ、リーグレーマンとかもね。え、どうするよ。え、何やる？迷っちゃう。こんないっぱいあると逆に迷っちゃう。慣れてない子みたいな。何からしよう。あ、ここあれじゃん。ここなんか間ね。ここゲームだね。ね、ゲームとかあの男の子のアイドルみたいな。うん。あ、マドカスあるじゃん。これデルタだ。私はフロンティアが好きなんですよね。いいじゃないですか。あ、ね、すごい。ね。え、なんか、あ、可愛いよ。ワクワクするね。ね、ここなんか夢詰まってる。私初めて来るの、こういう。え、私も。なんかずっとコスプレしたい願望は、うん、持ってたんだけど。え？これ犬好きになるためのやつじゃない。わ、そういうことか。これでなるんだ。こういうのを使うんじゃない。わー、いっぱいある。どうするよ、こんなに。ラブライブあるよ。あ、ほんとだ。ニッコニッコニー、あなたのハートにニコニコ言ってみた。あ、じゃあ書きみたい。あ、映った映った映った。どうしようね、いっぱいありすぎてさ。あ、ね、フィアリテールある。あ、フィアリテール大好き。私をエルザ推し。あ、え、私悩むけど、私ジュビア好きなんだよな。あ、ジュビアね。ジュビア一回ブログの、ブログにね、しんしんとっていうね、うん、あ、タイトルだったかな、うんうんうん、つけたことあってね、気づいてくれた人は気づいてくれてた。あ、そうなんだ。そう、まあでも確かにね、にぐりとかでね、言ってくれたの、しんしんと。そう、あれってさ、うん、そうだよって。花子くん、お、私ねねちゃん好きなの、可愛くて。花子くんも好きなんだよね。え、私も好き。尾形さん大好きで。あ、そうなんだ。そう、初耳。尾形さんがね、声優してらっしゃるのよ、花子くん。花子くんのあのキャラに尾形さんの声が入った時のね、衝撃的だった。本当マジオタク。待って、ブーストもある。本当だ。あ、ランポさん。これ私ランポさん推し。あ、ランポさん推しなんですか。でもこんな見てるじゃん、うん、早く決めないで。確かにこんな楽しんでるけど。確かに。でも小物とかもあるよ。あ、本当だ。あ、で俺はぬいぐるみ用かな。私とあなたが好きな配給がたくさんありますよ。え、待って、何、やばくない、ジャージ。わー、すごい。カラスノのジャージ。あなたの推しを私は知ってます。私も知ってます。でも最近ちょっと増えちゃった。増えちゃった。本当？増えちゃったっていうか、もともと好きだったけど、うん、すごい、最近私の好みの系統に入ってきちゃった人がいて、うん、あら、うん、誰だと思う？誰だろう。いや、猫間です。え、猫間ですよね。え、でも二人いない？あ、じゃあ言ってたかな、もう。一、うん、人は分かるでしょ。でも分かる。クロウさん。これはね、結構言ってる。もう一人、え、誰だと思う？え、ちょっと自信ない。で、教えて。もう一人は最近研磨がより好きになった。あ、あ、なるほど。そう、わかりやすい。のやすさんのイメージ強いから。
のやさんも好き。のやさんはね、うん、いいよね。いいよね。いいよね。のやさんはいいよね。いいキャラでした。私、のやさんの声優さんが好きなんですよ。のぶさん。あ、のぶさんね。そうなんですよ。ブリーチの件あるよ。待って、私昔自分がもしも死神だったら、うん、残爆刀何かなって考えてたことある。いや、わかる。よくやるやつだよね。それやるよ。でも私は一丸銀推しなんですよ。あ、一丸銀のはないですね。なるほど。あ、見て、カグラちゃんだ。かわいい、頭につけるやつ。うわ、ほんとだ。かわいい。なんでもあるね。すっげーとか言っちゃう。ファンみたいになっちゃう。もうファンだよ。カツラとかもあるんだよ、だっていっぱい。髪の毛から決める？それもあり。あー、雷。私雷くん結構好きだよ。あ、私のファンの子ね、青山くんが好きな子がいるの。あ、そうなの。すごい珍しいねっていう話をね、いつもするの。確かにあんまり出会ったことないかも。青山くんファンがいてね、なかなかいないな。五条さんあるよ。あ、本当だ。え、も上にトゲくんがいるんですよ。あ、本当だ。マキ先輩もいる。本当だね。え、マキ先輩とか似合いそう。でも確かにね、あのポニーテールの感じ。え、まゆたんどうする？こんなにいっぱいあったら迷っちゃうね。いや、ファンの人に聞いとくべきだったな、何してほしいかとか。ほら、言えないじゃん、企画って。そうだよね。どうする、カッキー。え、どうしよう。分かんなくてもいいよ。まあ確かに、私がやる YouTube だし。そう、そう、大丈夫。そう、そうだよ。私がやりたいって言った YouTube だから。まゆたんが楽しそうにしてるのがいいから。本当？そう。じゃあみんな、どのキャラか分かんなくてもあんまり怒らないでね。こっから見てくれるから。レイちゃん。でもほら、アスカがいないじゃん。あんた、ね、バカ？って言えなくなっちゃうよ。ね、アスカないね。ね、でもやるんだったらさ、なんかさ、うん、同じアニメのキャラクターがいいじゃないですか。あ、私は別にどっちでもいいかなと思って。え、ちょ。すいません。あ、笑顔で胸ぐら使われた。ちょって。エマとかも可愛いよね。可愛いね。レイちゃんとか似合いそう。マイタン？え、違う違う違う、あのセミアレイ。あー、とか似合いそう。もうレイちゃんわかんない。どっち？どのレイかわかんない。え、どうしよう。こんなに悩むって思ってなかった。なんでもいいよ。だってせっかくカッキーにさ、うん、手伝ってもらう。カッキーの意見も聞きたい。でも私はまゆたんが、なんでそうやってすぐ人の気にするの。違う、だってまゆたんの YouTube でしょ。あ、私がやりたいって言ったことだけど、でも私はカッキーとやりたいって言って、うん、カッキーを引っ張り出してきたから。え、じゃあどうする。かわいい子がいい？うん、かわいいキャラ、うん、じゃあかわいいキャラにしよう、まゆたん。ヒロアカ好きだから、ヒロアカもいいなって思ったし、ね、私もヒロアカ好き。じゃあ見てみよう。うん、それは何が違うの。うん、なんか違うみたい。これね、ちっちゃいちっちゃい。ちっちゃいちっちゃい。これは誰だと思う。これ？1年生でしょ。正解です。うん、ミレタくん。こんなでかいの。ミネタくん、女性用だって。こんなでかいの。これミネタくんの衣装みたい。違うんだって、あー、やばい。ショウタくん。あー、ほんとだ、いいな。トドロッキー。トドロッキー、トドロッキー。読んじゃった。いや、トドロッキーくん初めて読んだ。いいな、トドロッキーくん。好き。ヴィランとかあったらよかったね。あー、トガちゃんやってほしかった。トガちゃんめっちゃ好き。そう思ってたの。私前言ったら絶対トガちゃん似合うから。本当に？トガちゃんやってほしいと思ったけど、トガちゃんの衣装がないね。絶対トガちゃん似合うと思ったんだけど。トガちゃんめっちゃ好き、私も。うん、ちょっと狂った感じがまた可愛い、ね、見て楽しんでるよね。ね。なんか普通にプライベートできたらね。もう一回。それなやばい、下しかない。これなんかさ、下しかない。さっきのさ、向こうのさ、ほら、上、筋肉むきむきのさ、うん、やつをさ、うん、着て、それ履いて、そうだね。で、あっちにあったあの被り物、確かに。今被り物したらもう完璧よ。もう一通りできるよ。やばい、公園走り回りたい。絶対やめて、マジで。絶対通報されちゃう。ちょっとつもしいですね。
こうやってやだ危ない危ない子走り回ってみたいよ。え、かっこいい。え、推しメイク似合いそう。メイクめっちゃ好き。うん、黒髪のまゆたんのロングって見たことないし。確かにやったことない。 あるけどでもあったっけ黒。そうだね、なんか暗めのさ色は見るけど、なんか真っ黒って見たことない。真っ黒はそんなないかも。似合いそう。むいくん好き。めっちゃむいくん似合いそうだよ。柱になりたかった。私も柱になる。でもな、私怖いの嫌だからな怖いの嫌だからな。あんまり痛いの好きじゃないからな。あー、これあるよ。これ神戸を垂れてつくわえって無惨様。無惨様あるよ。誰が喋っていいと言ったということで、はい、何着か決めたので、うん、これから場所を移ってコスプレしていきたいと思います。はい、イエーイ。頑張ろうね。頑張ろう。選ぶまではね。そう、選ぶまでは楽しかった。そう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 、こっからが勝負ですので。頑張ります。頑張ります。うわー、ダメだ。猪之助で走りたい欲が抜けない。やるやばい。いや、でもこれ絶対 NG。 いや、怖。ダメだったらモザイクかけてもらおうかな。一回撮ってみて、ダメだったら、うん、モザイク処理、まあ、カットはしない。カットしない。モザイク処理する。せっかくやったんだから。あ、確かに。顔だけ残してモザイクとかにしてもらうよ。じゃあ、そうだね、うん、どれからやる。どれからやる。どうする。どうする。まあ、猪之助は最後に。あ、まあそうだね。すごいね。すごいこれ野原ちゃんのね。あ、制服だね。これは、あ、あ、これ猪之助ね。猪之助、猪之助、猪之助最後に撮っとこうって言ったのか。開けちゃった。もうやりたい欲がすごすぎるんだ。猪之助だけめっちゃやる気満々なの。猪之助になりたい。最初呪術廻戦からやってく。そうだね。野原ちゃんと、うん、マキ先輩。私人生でマキさんになるなんて思ってなかったんだけど。私も野原ちゃんになると思ってなかった。これが私が被る野原ちゃん。のぼらちゃんのカツラ。すごい。え、待って、これどう、え、お名前髪長かったっけ。カットした方がいいね。これかぶってから切る方がいいのかな、これ。怖っ。見て、カキ。なんかワカメかぶった人。海で溺れた後の人。え、待って、こんな、すごい。皆さんのレベルが高いです。でもまあまあそうだね、ということで、あの、そう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 、そこら辺はちょっと甘い目でご了承ください、うん、はい、優しい目で私たちのことを見てください、はい、見てください。なんかさ、なんかもう似てるんだよな私確かに、なんかなんとなくもう、なんとなく似てるんだよな。この眉毛の角度とかさ、ちょっと目をキリッとさせればなんかもう似ちゃう、似ちゃう気がする。あんまりやったことないからね。え、でもカキイコール得意そうなイメージ。なんか絵が上手いから。そう、いろんな人に、ね、言われるのよ。絵描くの得意な人ってメイク上手そうって言われるけどさ、うん、なんか器用そう。全然そんなことないんだよね。あとさ、ラメ乗せちゃってね。ラメいらないんだよな。目の上めっちゃキラキラなの。そうなの。見えるかな。あ、見える見える。朝からさ、やってるからさ、肌カサカサなんだけど。塗るのいいけどさ、アイドルだからダメだよ。アイドルが肌カサカサとか言わないで。今んとこ何も変わってないよ。私も今んところちょっとアイラインないかもしれない。ただの柿はるかなんですけどって感じ。もっと長いんだろうな、本当は。おでこ広っ。びっくりしちゃった今。おでこ広ってやばい。びっくりした。一瞬映ったさ、自分のおでこが広すぎてちょっとびっくりした。かぶってみるか。かぶってみる。イメージって大事だからね。あの、形から入るのが大事だと思う。確かに、うん、同じく賛成。
でもなんかさ、ビッグネットつけたとこ見られるの恥ずかしいね。あのモザイクしてください。あ、ちょっとアイドルとしてちょっと見せられない。本来はね、見えないところ。そう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 、知らない。私も見て。おしゃれおしゃれおしゃん。ビッグとかさ、ほんとさ、うん、何年ぶりって感じ。セーラームーンでやってたもんね。そう、でもあの時もさ、あのメイクさんにさつけてもらってたからさ、うん、あ、そうなんだ。自分でつけたことないんだよね。あとあれだ、あの自分でショートウィッグ買った時、あーぐらい。どうしよう、長すぎて全然足りない。足んない、見て。なんか一瞬これ戻すね。うん。一瞬戻すね。ピンキョライ、おい、どう、なんか外れそうな感じある？いや、大丈夫。大丈夫そう？うん、ありがとう。こういうこと？あー、そういうこと。どうしたらいいんだ、これね、やばい、なんかサッカー選手でいそう、こういう人。なんか、いるかも。いそう、やば。ねえ、どうしたらいい？ごめん、あの、ねえ、俺言わないんだけど、ちょっと面白い。面白いよね。もうこのポーチ見にく。おこんないで。このポーチさ、変えたいんだけどな。じゃーん、ということで完成いたしました。大丈夫ですかね、これ。こんな感じ、衣装もしっかり着たんですけど、ちょっともう恥ずかしいので、もう早速あの一緒にやってくれたカッキーを呼びたいと思います。カッキー、マキ先輩、え、大丈夫？カッキーすごい苦戦してたね。髪の毛がさ、そうなの、難しかったよね。だって自分で切らなきゃいけないね、しさ、あのちょっと前髪切りすぎたカッキーだねっていう、そうそうそうなの、話を。でも自分が消えないよね。あ、コスプレイヤーさんってすごいなって思った。そう、私たちはまだまだだね。まだまだですよ。でもまあ初めの一歩としてね、うん、これは良かったんじゃないかな。そうだね、グッドですよ。よかった、うん、まやた似合ってんだよな。いそうだもん、こういうコスプレイヤーさん。やっぱりカッキーと一緒でさ、うん、どんなに頑張ってもさ、田村真由が消えてくれないんだよね。でも田村真由の可愛さが出てるから、だから本当にあのこれを見てくださってる方は温かい目で見てほしい、うん、本当に初めてのコスプレの第一歩ですよっていう。そうだね、やってみたよっていうことで、いいんじゃないかなって思いますよ。思いますか、うん、私もカッキー素晴らしいと思いますよ。本当、お互い褒め合っていこう。分かった。ということで、はい、無事終わりましたけど、はい、本当はね、他のキャラクターとかもやりたかったんですけど、うん、ちょっと時間の都合上ちょっと断念ということで。そうですね、カッキーがどうしてもやりたかったって言ってた伊之助がね。いや、やって帰ります。あ、やって帰ります。いや、絶対にやって帰ります。あ、じゃあ伊之助だけあのやって、うん、終わりますか今日。そうだね。どうでしたか？いや、楽しかった。なんかあそこのお店に入ったことなかったから、うん、初めて入ったのも楽しかったし、まさかさ、私がマキ先輩になるのと思ってなかったからさ、楽しかったし、おしゃべりしながらメイクしたのも楽しかったし、うん、いっぱい笑えたから楽しかった。確かに、私もね、うん、あのカッキーがね、カツラかぶった時と髪が切った瞬間は大爆笑しちゃって、でも別になんかそれはなんか似合ってないとかじゃなくて、なんかずっとカッキーが自分でなんかワカメかぶってるみたいな、なんかちょっと前の私じゃんとか言うから、なんかそれで面白くてめっちゃ笑ってたけど、うん、でもなんか今こう完成形見たらすごくね似合ってて良いと思いますよ。よかった。ということでまたね、うん、なんか機会があればね。そうだね、今日やろうと思ってたやつとかも、うん、もしかしたらいつかやるかもしれないしね。そうだね、いつかね、うん、楽しみに待っててください。待っててください。バイバイ。チャンネル登録よろしく。荒ぶってますね。